たいなと、思って今はね、あれの馬を、歌っておりますが、次愛媛に帰ってくる予定がもう決まっておりまして、ぜひぜひまたお会いできたらいいなと思うんですけれども、立つステージがねちょっとビッグステージすぎて多分びっくりすると思うんですけど、私はゲスト枠でちょこっと出るだけなので、もしよかったら遊びに来てほしいんですが、12月29日安藤エイブワンマンライブ姫銀ホールに私ゲストで出ます。ありがとうございます。姫銀ホール人生初めて立たせていただきます、12月29日、ぜひぜひ、また年の瀬で忙しい時期だと思うんですけれども、ぜひ会いに来ていただけたら嬉しいなと思います。そしてですね、まだちょっとこれから公開になる情報でちょっといろいろまだ言えないんですけれども、来月11月、どこかのテレビ番組の番組に私が、出演いたします、お昼の番組になるんですけれども、まだその辺はSNS で告知させていただくんですけれども、昨日ちょうどねロケがあったので、ぜひぜひそちらもなんかチェックしていただけたらと思います。そして、今日もし瀬戸内チャンネルが映る地域から、来ていただいている方がいらっしゃったら、愛媛県内瀬戸内チャンネル映るところだけ見れるんですけれども、カラオケバトルという、酒井雅樹さんが、司会をやられているカラオケバトルという番組に10月31日、6時55分からやる番組なんですけれども、そちらに私も、出演させていただきます。ぜひぜひ、見れる地域の方はそちらもご覧になっていただけたらと思います。そして最後に、私今日物販を持ってきているんですが、本当皆さんにお届けしたかった CD が今日は持ってこれなかったの。って思うでしょ。なんで持ってこれなかったか簡潔的に申しますと、今年の頭私北京にライブに行きました。そこの北京のホテルのセキュリティボックスにキーケースを置いてきてしまいましてそう、今ね自宅の鍵が手元にないのそう、まだ北京にあるそうですよ。はい、なので管理会社に電話してね、スペアキーとかいろいろ取り寄せたりしてるんですけれども、その在庫管理をしている鍵もね一緒にあるので、今日はあるものだけを持ってきました。本当に数が少ないですので、ぜひぜひ気になった曲があったらぜひ1枚でもお手に取っていただけたらいいなと思っております。1枚安いのは、デモ CD500 円から、そして最新の、マウントレーニアホールっていう300人ワンマンライブを今年やったんですが、そちらのライブ DVD は、数がいくつかありますので、ぜひぜひそちらもチェックしていただけたらと思います。では話が長くなりましたが、最後までお聞きいただきありがとうございました。シンガーソングライターのリンでした。ありがとうございました。